3月3日深夜、神父城に赤裸の体の男10人ほどがやってきました。彼らは高遠城で織田軍と戦い、落城とともに包囲網を突破して神父城に報告に来た者たちでした。彼らは高遠城が昨日落城したことを伝えます。勝頼以下家臣たちは衝撃を受けます。高遠城は他国にも聞こえた要害であり、勝頼の異母弟仁科信盛以下武田軍でも屈強の兵士1000人をも籠城させ、しかも兵弓矢鉄砲弾薬なども十分に配備してあったことから、20日や30日は織田軍の侵攻を食い止めると予想していたからです。その間に神父城の不信を急がせ、今後の軍事行動の策定をしようと図っていたところ、わずか1日で陥落してしまったとの情報が入ったのです。高遠城落城の知らせに神父城内は大混乱に陥りました。勝頼は諸将を集めて軍議を開きます。この時勝頼の嫡男信雄が意見を述べます。そもそも甲斐にまともな城がないのは信玄公の無分別ゆえです。神父城築城にあたり未練を残さぬよう徹底的に躑躅ヶ崎館を破壊したのに、今になって神父城が未完成だからといってももはや帰る場所はありません。山小屋などに逃れるよりも未完成とはいえこの神父城で切腹すべきです。今さらどこに行ってこの世の栄華を夢見ようとするのか。潔く武田家の家宝三旗盾なしを焼いてこの場で自刃すべきです。一方神父城は未完成で櫓一つない有様で、甲斐の国では鶴郡が堅素な地形であり、大軍を引き受けて戦うには唯一の場所であるとの意見が出ました。そこで勝頼は鶴郡郡内の領主小山田信繁に下問したところ、信繁は郡内は道が険しくたやすく敵が侵入できる場所ではないので、ここを足場に味方が命を捨てて心を一つにし力戦すれば運も開けるでしょうと答えました。信繁の言葉に一同は元気をもらい郡内に移ることに決まりました。勝頼は軍勢を総動員して勝沼あたりで織田軍と雌雄を決するつもりだったようです。この場面に居合わせた人々はこのような一大事に勝頼らを迎え入れることを決断した信繁を褒めそやし、その武勇を羨みました。3月3日早朝、勝頼は未完成の神父城に火を放ち軍内に向かって落ち延びていきました。勝頼一行は敵が後ろから迫っているという流言に怯えながら転ぶように歩きましたが、兵卒よりも女性の方が多く慣れない険しい道のりを歩いたため足からは血が流れ脱落する者が続出しました。たとえ敵に囚われようとももはや一歩も歩けないと座り込み泣き伏す女たちの姿があちこちにありました。北条夫人は神父城を退去するにあたってきらびやかな行列を連ねて神父に入ったのは12月24日であったのに、この3月3日にはここを去らねばならないことを嘆き悲しみました。一行は夕方に勝沼の大善寺に着き、ここで一夜を過ごし夜明けとともに細かい宿に移動し、ここで小山田信繁の迎えを待つことにします。信長が勝頼が神父城を焼き払って退却したことを知ったのは3月8日岐阜を立ち犬山城に入った時です。信長はもはや勝負はついたと初めて安堵します。勝頼ならばどこかで必ず決戦を挑んでくるだろうと予想していたので、決戦をすることなく山奥に逃げ込んだ勝頼を武田氏歴代の名誉を汚してしまったと考えました。3月10日夕方細かい宿に滞留すること7日勝頼は信繁の迎えを待っていましたが、いつまでたってもその気配がないので家臣に山田信繁を迎えに行かせます。しかし信繁はすでに織田方に寝返っており、家臣たちが鶴郡に入ることを拒んだのです。驚いた家臣がこのことを勝頼に報告すると、勝頼はようやく信繁に裏切られたことを察します。
信繁が寝返ったとの知らせはたちまち細かい宿に在留する家臣らに伝わり、さらに離散が進み、勝頼の側にはわずかに43人が残るだけになったといいます。そして気づいてみると、勝頼のそばを固めていた長坂長官さん、秋山正成、秋山内紀、小山田彦三郎といった重臣たちまでもが姿をくらませていました。小山田信繁に背かれ、もはや甲府に戻ることもままならなくなった勝頼主従、天目山清雲寺を目指します。清雲寺は武田家13代武田信光が自害し、武田家が一時断絶した場所です。しかし勝頼一行が夜に麓の田野までたどり着いた時、清雲寺一帯の地下人たちが弓や鉄砲を打ちかけます。これはもし勝頼主従の入山を許してしまったら、武田方に味方したと認定され、織田軍の討伐対象になってしまうため、江南を避けるためのものでした。このため女子供は泣き叫び、男たちは狼狽するだけでした。かくて勝頼主従は行くもならず、退くこともできず、田野で完全に行き場を失ってしまいました。ところがこの日の早朝、追い詰められた勝頼主従を追いかけてきた人物がいました。小宮山内膳です。彼は跡部勝助、長坂長官祭、秋山正成と仲が悪く、さらに勝頼のお気に入りの小山田彦三郎と喧嘩をしたため蟄居を命じられていました。内膳は自分を陥れた者たちがすでに逃亡していたことを知ると、勝頼の運のなさを嘆きました。3月11日、いよいよ運命の日を迎えます。滝川一益は武田勝頼父子夫人一門らの探索を続けており、ついに勝頼らの居場所を発見します。織田方が接近してきたとの報告が入ると、跡部勝助は動揺し、勝頼に小山田の返信で軍内に入れない以上は天目山に入り、世の中の情勢を伺うべきだと懇情します。すると跡部が言い終わらないうちに、土屋正恒が進み出て言い放ちました。跡部の言い分は未練である。そのような無分別な意見を言い募ってきた結果がこのようなありさまになり、お家滅亡に追い込まれたのだ。よくよくお考えいただきたい。小山田が裏切り、天目山の地下人にも裏切られた今となっては、もはやいかなる鉄条に立てこもろうとも運が開けるとは思えません。たとえ小勢であっても神父城に踏みとどまり、敵が寄せてきたなら命を限りに戦い、矢つき弓が折れたら一門がそこで自陣してこそ、代々の武田の名を表し信玄以来の武勇を残せたのに、小山田のような恥知らずを信じてここまで逃れてきて一門の屍を山野にさらすことになるとは、高台までの恥辱とは思いませんか。戦の勝ち負けは時の運によるもので、戦って敗北することは恥辱ではありません。ただ戦うべきところで戦わず、死ぬべきところで死なぬことこそが弓矢の家の恥と言うべきです、と怒りながら時には涙しながら訴えます。跡部は赤面し、平伏したまま一言も抗弁できませんでした。かくて勝頼主従は田野を死に場所と定め、敵を迎え撃つ用意を整え始めます。勝頼は同行していた勝頼のいとこである林学和尚に対し、ここから落ち延びて自分たちの菩提を弔ってほしいと頼みます。しかし彼は一門である以上勝頼一族を見捨てがたく、ここに至れば冥土まで同道すると言ってこれを断ります。いよいよ勝頼主従の眼前に滝川一益の軍勢が姿を現しました。土屋正恒らがこれを防ぐべく立ち向かいます。この時馬に乗って逃げ去ろうとした跡部勝助を見た正恒が、今さらどこに落ち行こうというのかと怒鳴り弓を追いかけます。跡部はたまらず落馬し、殺到してきた敵に首を取られました。正恒は矢塚を解き、細い橋のある場所を越えて攻め寄せてくる敵を
次々に居落としました。しかしついに矢が尽きると、今度は太刀を振りかぶって敵中に切り込みます。土屋の後に続いたわずかな兵が小勢ながら死に物狂いで戦ったので、織田方は甚大な被害を受けました。武田信勝は当時16歳でしたが、父と並んで敵を切って回り、その姿は勇猛さと華麗さとを合わせたものがありました。鉄砲の流れ弾が股に当たり負傷しますが、それでもひるまずに戦い続けます。信勝には林学和尚が寄り添い、武士に負けぬ働きをしました。それはあたかも源義経と弁慶主従のようでした。敵を切り伏せ一息ついた林学は、信勝の武勇を褒めたたえつつも、16歳で死なねばならぬ運命に涙します。これを見た武田の侍も涙に暮れました。すると信勝が、みな臆したか、すべてのものに終わりがある。長寿の千年も金貨一日の栄えも同じことである。百年の陥落も信勝の16年の生涯もまた同じように夢のようなものなのだから、命を惜しむものではない。ただ返す返すも悔しいのは、神父に踏みとどまり信長を待ち受けて討ち死にすべきものを、臆病者どもの意見に従いここまで逃れきて野人の手にかかって屍を山野にさらすことだ。賊との手にかかるより林学と差し違えれば冥土までの導きを頼むこともできるだろう。というと信勝と林学は互いに脇差しを抜き持つと差し違えて鍛えます。信勝はこれが初陣であったと見られ、彼にとって田野合戦が最初で最後の戦場となったのです。一方勝頼は自陣を決意すると、死者を北条夫人のもとへ送り、女の身で自陣するには及ばない、ここから逃れ小田原に帰り自分の菩提を弔ってくれるよう伝えました。北条夫人はこれを聞いて驚き、夫婦になった縁は来世までのもので、共に死での山三途の川を越える覚悟であると言ってこれを拒否します。北条夫人は子をなすことがなかったことが唯一の心残りであること、自分の亡き後小田原の実家で菩提を弔ってほしいことなどを文にしたためました。そして小田原からついてきた家来を呼び寄せ、ここから脱出して小田原の実家に届けるよう命じます。彼らは共に死ぬことを願い出ましたが、北条夫人はこれを許さず、女ではあるが早雲以来の家に生まれた身である以上、どのような最後を遂げたか汚い自害ではなかったことをよくよく報告するようにと彼らを諭しました。4人は涙ながらにこれを承知し、文を拝受しました。北条夫人は髪を少し切り文に添えて渡しました。間もなく勝頼から鉄砲が激しく打ち込まれるようになったので、岩陰に移るよう指示がありましたが、北条夫人はこれから自陣しようとしている身をかばい命を惜しんでも仕方がないと言い放ち、西に向けて念仏を高らかに百遍ばかり唱えると、勝頼様はどこにおられますか、私はもう自害いたします、お急ぎください、お待ち申し上げておりますと叫ぶと、脇差しを抜き胸元に突き立てて前に倒れて絶命しました。勝頼は敵を 4,5 人相手に戦っていましたが、そこへ家来が駆けつけ、御前が早ご自害なさいましたと報告すると、すぐに取って返し北条夫人の遺骸ににじり寄り、衣を取り去ってその死に顔を見つめました。雪のような肌は血に染まり、化粧も色あせて見えました。勝頼はさすがに心を乱し、落雷しつつ生きている人に語りかけるように、さても思いがけずこの戦は始まったが、まさかこのようなことになるとは思わなかった。ついに立て直すこともかなわず、とうとう涙のうちに果ててしまわれたことは本当に悲しいことだ。
不運なものとちぎられて、悪縁に惹かれてこのような最後を遂げられるのも前世の宿縁であろうから、人の力の及ぶところではない。しばらくお待ちください。血での三途の川は自分が手を取ってお渡しいたそう。というや、勝頼は北条夫人が自陣に使用した血まみれの脇差しを意外から引き抜くと、腹十文字になった腹綿を掴んで四方に投げ捨て、夫人と同じ枕に伏し倒れました。家臣らが討ち死にしていく中で、上楼侍女たちは男たちの解釈で全て自陣していたと見られています。勝頼に準じた家臣について確実な記録は残されていません。新朝後期は殉死した侍41名、上楼侍女は50名だったと記録しています。殉死した人々を見ると、勝頼の高遠時代以来の家臣が多く、その他に諏訪衆と見られる人物も見受けられます。これに対し武田氏の譜代では土屋、秋山兄弟が目立つ程度です。上級譜代の縁者は一人もいませんでした。高遠城の奮戦といい、殉死者の構成といい、勝頼はやはり武田勝頼ではなく、どこまでも諏訪勝頼としての運命を背負っていたのかもしれません。かくて武田氏は1582年3月11日午前10時ごろ、田野で滅亡しました。織田徳川勢により甲斐が平定された後、勝頼を裏切った小山田信繁は嫡男を人質として差し出すために信長に拝謁しようとしましたが、織田信忠から武田氏への不忠を咎められ処刑されます。当時の武家社会においては、足利氏を頂点とした秩序、序列意識が広く共有されていました。中でも武田氏は代々足利将軍家への功績について、武田を超える家はないとの誇りがあり、源氏の血統を引くというだけでなく、数ある源氏の子孫の中で武とは一線を画する地位にあるという自己認識がありました。しかしこの意識こそが、良くも悪くも戦国武田三代の行動原理を規定し、信虎、信玄、勝頼は織田信長との戦いに身を投じていき、滅亡することとなるのです。勝頼の母諏訪御良人は、父である頼重を信玄に殺された上に信玄の側室となり、勝頼を産みました。武田家は当初信玄の嫡男義信が継ぐ予定で、勝頼は諏訪氏を継ぐ予定でした。そのため勝頼という名前には諏訪氏の頼の字が入り、武田家の信の字は入っていません。ところが義信が切腹を命じられたことで、思いがけず武田家の家督は勝頼が継ぐことになります。しかし信玄は、後継者は勝頼の子信勝であり、勝頼は後見人と考えていたようで、遺言でも明言するとともに、勝頼には風林火山の旗を使うことを禁じるとしました。このような扱いを受けた勝頼は、信玄や武田家に対してどのような思いを持っていたのでしょうか。ただ多くの家臣が離反した中、北条夫人と信勝だけは最後まで自分の元から離れなかったことは、勝頼にとってせめてもの慰めだったのかもしれません。最後に今回のシリーズで取り上げた武将たちのその後について触れておきましょう。信玄に自害させられた諏訪頼重のいとこの頼忠は、本能寺の変後に諏訪家旧臣等に擁立されて、織田氏を駆逐して諏訪の地を回復しました。その後家康の家臣となり、関東威風に伴って神津家の国に移りますが、この頼光と共に関ヶ原の戦いに東軍として参戦し、その功績により諏訪2万7千石の領主として復帰し、高島城を居城として明治維新まで続きます。
1550年に林城を追われた小笠原長時は、上杉氏や芦名氏に仕えながら丘陵回復を目指しますが叶わず、長時の子、定吉が徳川家康の家臣となり、紆余曲折の末、下総古が三万石の大名となります。定吉の子、秀政の時に松本の丘陵を回復しました。江戸時代には一族が5つの藩の藩主として明治維新まで続きました。長篠の戦いで長篠城を守り抜いた奥平信政は、信長、家康から称賛され、家康の長女亀姫を正室に迎えます。亀姫との間には四男一女を設け、分家を徳川家御連氏として起こすことを許され、美濃の国加納十万石を与えられています。信政の子たちはいずれも家康の外孫として厚遇されました。長篠の戦いで活躍した鳥居強右衛門は、この信明が信政の四男松平忠明の家臣となります。十三代鳥居強右衛門勝明は御師範の家老となり、戊辰戦争で官軍との交渉で名を馳せ、さすが武士の鏡と言われた強右衛門の子孫であると褒めたたえられたといいます。武田方の武将として勝頼自陣後も田中城を守り抜いた依田信繁は、後に家康の家臣となり、北条氏との戦いを有利に進めましたが、北条方の岩尾城を攻めた際に銃撃を受け、36歳で亡くなります。家康は信繁を高く評価していたため、嫡男安国に松平姓と小諸城を与えます。次男安勝の子孫は福井藩の重臣として家老を輩出する17家の一席を担いました。嫡流は信勝の代で絶えますが、信玄の次男の劉邦の孫信政は1700年に幕臣となり高家として仕えました。五男の仁科盛信の子信元と信貞も旗本として仕えています。六男の武田信清は姉婿である上杉景勝のもとへ逃れ、会津時代には3300石米沢藩時代には藩主親族高家衆筆頭として遇され、1000石を領し、明治維新まで続きました。